サナパイさんとマユコさんがなんかサナパイさん視点だと見えてないみたいな流れてきて、マユコさんが見えてない。はい、サナパイさん視点。俺はマユコさん全く見てない。今見えない。え、ちょっと待って、あの藤宮さんと源さんのあたりちょっと離れてみて。いやもう、ま、マスタイルよ、マユコさん。マスタイル。じゃあかわいそう。いじめかがあるっての。見えてなかった。見えてなかった。いやあなたの周りにいるんです。届いてない。その声も届いてないから。嘘だ。いやでもねコメントで教えてもらったからありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲーム性が崩壊するんでね。うん、ね。ああ本当か。ごめん。俺も全員見えるって言っちゃった。インポスターとかこれ。はい。はい。その会社の周りにいるんです。はい。すまぬすまぬ。ちなみにゲームアベレージと見た。え、違うと思う。え、違う思う。僕、ゲン…あ、わかんない、誰だ。僕はまだ待ってる。僕、ゲン先端と見てる。え、正解です。いや、気象、ごめんなさい、気象つけた。気象ごめんなさい、ごめんなさい、いや、気象はひどいね。ごめんなさい、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 アメリジコしてくれ。ツイッターを探します。これ、殺してください、センターさん、殺して、早く。ちょっと、あ、違うし。ねえ、私です。まだ、動いてなかったんで全然。インポスターが見えてないのやばすぎるだろうね。やばい。よかったね、やり直して。いや、むしろコメントに気づいてくださった。私が釣られた後どうなってたんだろうっていう。いやもう、確かに。スナパイさんがいやいなかったっつって。ずっといなかったって言わないことを。まあでもね、配信前にね、スナパイさん、マイカさんに始めましたやつって、始めましてじゃないですよってくだりがあったから、多分。スナパイさんの中ではマイカさんが見えてないかったですね、その時点から。その時点は。可能性が高い。うん、会ったことあるのにな。なんですかね、会ったこともあるのに。ね。認識ずれですね、まさに。その時は見えました？お互い。いやでもいなかったかもしれない。いや私視点いたような気がするんですけど。あ、じゃあバグですね。